人類の近代化は内燃機関なくして起こらなかった。マイバッハはダイムラーと共にガソリンを使った世界初のモーターバイクを発明。ベンツはその技術を引き継ぐ。1908年、フォードがモデル T を発表。自動車は大量生産の幕を開ける。以後、内燃機関は究極という壁を突き破りながら進化を繰り返していく。そして21世紀、内燃機関は転換を迫られる。世界の名だたるスポーツカーメーカーまでもがハイブリッドカーを発表。自動車は電気化への道を進もうとしている。しかし内燃機関エンジンのままでハイブリッド並みの燃費を実現する技術など、まだまだ内燃機関の可能性を追求する動きもある。そう、チューニングの魔力は今解き放たれ、ジャパニーズモンスター富士300騎スリップストリームバトル。さあ始まりました。今回はですね、パワーウォークということで、舞台はなんとホットバージョン初の富士スピードウェイにやってきました。初スターウォーズ、そうです、パワーウォーズだろ。やはりですね、富士といえば、やはり、やはりこちらの、この方ですか。はい、さとこです。さとちゃんです。なんで富士なんですか。軍隊にいたじゃないですか。軍隊の方じゃないですか。あれ違う、あれ妹だよな。はい、そうです。お前姉ちゃんの方だもんな。姉ちゃんの方がちょっと品がいいんだよな。確かにあれですよ、ストレートが長い感じしますもんね。はい、今日ワイルドに。まあ枝がごぼうになったと思えばいい。ああ、なるほど、ね、分かりやすいですね。ということで、はい、はい、ということで、はい、パワーといえばこの方をお呼びしています。パワーといえば、はい、前川さんです。あ、前川さん、夜もパワー、前川です。こんにちは。ね、パワーといえばエスプリ、はい、何持ってきたの今回は。今日はね、3号です。3号、今流行りの。そうです、3号だと500、600ぐらい。いや、今回はね、830。おお、お前のね、頭おかしいし。お前の830。今回はですね、5台来てるんですけども、5台、もうパワーウォーズということで全部合わせて何3500馬力強馬ですよ。まずすごい、なんでそんなパワー出してくるの830馬力。まずパワーは830ありますけど、それ以上にね、トルクなんですよ。でまあ、例えばパワーっていうのは今回の 3.8 ですよね。それが 1.9 で400って誰もびっくりしませんよね。それが2個乗って800だと思うんだよね。それ以上にトルクがね、100超えるっていうことがすごい。それね、結構下の回転からもう100いってずっと下から100みたいな感じでパワーがついてくると。多分土屋さん危ないですよ。危ないの？ね、そんな危ないから俺のせいよ。土屋さん好きですね。僕らの年代になると、その怖さじゃなくって気持ち悪いんですよ。その加速が続くものでね。あ、はいはい、そこら辺重々気をつけていただきたいです。
よくかぶって言えたんだまあ今の感じからするともう土屋さん担当って感じの話だったんですよね。やばいね、これも100キロはずっと続くんですよ。やばいね、やばいですよ、かなりやばい。なんて車作ってきたの。ちょっとそれではご紹介したいと思います。どうぞ。830馬力トルク105キロの世界とはどんなものなのか。今回は特にもうパワーというよりトルクですよね。そのトルクとパワーのその重なるところがすごくあの素晴らしい。エスプリ R35GTR が登場。ブーストアップで600馬力を達成していた R35 だが、ついにタービン交換によって800馬力オーバーを実現。第2世代へ突入したチューンド R35 はどんなポテンシャルを見せてくれるのか。まあ、うちの場合はね、こう車のその作りを見て、まあ、結果としてはそのスピードであったりタイムであったりする、するんですけど、でも一個ずつ の, そのレイアウトですよね。で作り込みっていうのを、まあ、映像で分かればね、それを見てほしいな。土屋圭一が830馬力を試す。さあ830馬力行ってみたいと思います。怖え。冷えたままですがタイムアタック行ってみたいと思います。もう280出てるんですけど、これなんかスピードメーターどんどん上がってくんだけど、これはい、ええよこれ。入ってかないね。今回エスプリはリアに OS 製機械式レフを採用。800馬力オーバーのマシンとは思えないほどリアは安定しているが、その分アンダー傾向が強めか。アンダーっぽいけどね、これタイヤ冷えてるせいだね。車はね、すごくしっとりしてる。もう早いよ。このフラックタワー270 280 90。注目の最高速はどうか。時速 288.1 キロをマーク。なんか昔僕が乗ってた R32GTR のグループ A 仕様660ありましたね、あれね。あの時代を思い出しましたよ、これ。この車の速さは。いやでもエスプリの車はね、怖いところがない。普通にこう速く走ろうとしてタイムアタック仕様みたいな感じで走っても終始怖んだなんて、車的にはすごく素人でも安心ですよ、これ。その当時のね、グループ A の 32GTR に比較するとやっぱりすごく乗りやすいなっていう、まあ、それはもう20年も経ってますから、32GTR と比較するのもおかしいんですけど、その当時のレーシングカーより今のチューニングカーの方がはるかに安定性は高いし、安心して入ってきますね。ただやっぱり
そのサーキット専用車両じゃないんで、安全も結構強いですしね。でブレーキも我々レーシングカーと違って安心してこの信用しきって入っていってフルブレーキングっていうのはないです、やっぱこれだけ300キロ近いスピードが出てるとなかなかブレーキで詰めようっていう気にはならないんで、ただやっぱり、今のこの四輪駆動っていうのはあるいはその 35GTR の進化、安定性っていうのはすごいなっていうものも改めて感じましたね。聖地富士スピードウェイに究極の内燃機関チューンドたちが集結。830馬力 R35GTR VS ハイパワーチューンドマシーン RB26DETT 625馬力が吠える。フィーリング面はもう35気にならないぐらいいいですよ。やっぱり直力は高回転もあるし気持ちいいとかそういう意味ではやっぱ直力素晴らしいですね。初代陸の王者 MCR R34GTR レスポンスとパワーを高次元でバランスした熟成の RB26 と35より150キロ軽い車重の組み合わせはまだまだ色褪せない。まあ35との差はですねこれエンジンの重さが重いということですね。まあ出力的にはRB26 も負けないパワー出すことはできるんですが、まあ、一瞬のベストラップっていうのはちょっと届かないかなと思うんですね 35GTR に対して。ただ周回を重ねていくとやっぱ信頼性のある34の方が速いんじゃないかなって心の中で思ってますけど。ドライバーは折戸学ぶ。何キロ出るか、スピードメーターついてんのか。ついてない。ついてる。100、200。あ、1000にしますよ。13、250。MCR R34 の最高速は273.6キロ。あのねやっぱこう直力の回っていく感じ、まあ排気量が小さいんで 35GTR と比べるとこうスムーズっていうよりこう、ね、やっぱこう重たい感じでぐーっとなんとかこうねタービンのパワーでこう回していくような感じなんですが、まあそれは乗ってて逆にこうね結構回転も上がるし乗ってるドライバーとしては気持ちいい。ただやっぱエンジンパワーはやっぱ35にはちょっとかなわないですね。だけね、R35GTR がねこう今こう幅を利かしてる時に34はね今日改めて乗ってまだやっぱさっき走る上では、ね、すごい健在だなって思いましたね。あのやっぱ35と比べて非常に軽いしマニュアルミッションでこうドライバーが操作してる感じも非常に楽しいし、やっぱ未だにいい車ですね。十分35と勝負になると思います。ルマンを制した孤高のロータリー610馬力。
やっぱりサーキットである以上は公道では絶対に味わえないスピードと迫力がやっぱり、ストレス解消に一番いいんじゃないかな。富士をホームコースとするファムスピードの FD 3S ヘリ&サイドクロスポートチューンに T51R タービンを組み合わせた最高速仕様はどんなポテンシャルを見せるか。まあ、今回の仕様変更は10日間で、まるっきり一から作り上げちゃったんですけど、それでもやっぱりローコストでレギュラーアタック仕様になったんで、やっぱりレギュラーアタックのローテルエンジンっていうのは素晴らしいです。ドライバーは菊池康史。どこまでついていけるか頑張ってみます。踏みます。この最高速は 289.3 キロで R3 号を食った。ワムさんの車初めて乗せてもらったんですけども、直線結構速くないですか FD にしては。でね、あとはねコーナーリングバランス良くて、これね結構乗りやすくてね、見た目は結構こういかつくて乗りにくそうに見えるんだけど、意外に乗ってもね足もしなやかに動いてるし、トラクションもいい感じにかかって、これ結構ね乗りやすいです。比較的マイルドに仕上がってます。だからな、まあ48秒とかで走るには結構楽に出るかなっていう感じで、まあバトルはまた別なんで、バトルはバトルで頑張ります。とりあえず予選は、組みました。 F1 を制したホンダが誇る究極の V6 690馬力3号よりストレートはね、そのトップは3号の方が上だと思う。でもその限られた 1500m の中でいくと決して負ける車ではない。3番手はエスプリ NSX C30A をベースにターボ化されたエンジンをミッドシップスポーツの王道である縦置きに配置。その入れたちはまさにジャパニーズスーパーカーだ。見てもらってもね、その縦置きってのは全然不自然じゃないんですよ。逆に僕らの考えていくと横置きのエンジンが非常に不自然だと。多分開発のスタッフもね、本来こういう姿にしたかったという考えもあると思うんですね。それを SP がしたと。ドライバーは山田英治。これからアタックに入ります。こら今眠りましたけど大丈夫。まあストレートはね結構なスピードだと思います。ひとまず一発目の最高速は 286.7 キロ。こいつも速え。
注目の最高速だが、今度は 259.3 キロ、トラブルか。エスプリ NSX はオーバーレブによりエンジンブロー。車的にはまあパワーがあって、まあ車重もだいたい1トン200ぐらいですかね。でまあ隣にスピードも比較的高いんですけど、アクセルをねちょっと開けていくと、まあリアがね強い以上にこうなんか巻き込んじゃう、まあ、その辺がね車の自身の問題もあるんだけど、その、セットアップでねもうちょっとその辺を改善していけば、まあもっとねタイム的には今でちょうど1分48秒8っていうね、まあ、2周目もうちょっと行ったっていう感じなんですけど、あとちょっとねエンジンもやっぱりこうそのパワー感みたいなのはなかったんで、まあ、それがなければねもうちょっと乗れたんじゃないかな、まあ、そんな感じはします。 VR38DETT HKS 仕様790馬力800馬力あって本当に違和感なくね普段乗れるんですよ。でそれがまあ今日も鈴鹿から富士まで試走できましたので、 HKS の GT800 キットを装着した R35 HKS 仕様が登場。エスプリの手により街中からサーキットまで快適に走れることを目指した3号の仕上がりはどうか。タービンがまあ HKS は内製のタービンで、まず狙いがねその最高800馬力でトルク100っていうのをターゲットに作ってきたタービンですから、でその上でいうダフン1000馬力近くになるとタービンサイズが必ず変わりますから、それを逆に今期待してますね。ドライバーは谷口信輝。300R が普通にカーブです。ブレーキの行き来に注意。トラスト仕様との違いはストリートも意識した柔らかめのスプリングとレフがノーマルということ。ロールは大きめだが回答性はこちらの方が良さそう。減速で酔いそうです。4速5速6速テンプで270オーバー280290299までは見たけど、メーター読みは300キロ、時速 291.9 キロをマーク。このエスプリさんのこの約800馬力仕様ですけども、このねすごい加速感なんですよ。 でもこの4駆システムがすごい頑張るんで800馬力ぐらいあっても全然こう車としては暴れないんですけど、それでもうわーって加速する感じが気持ち悪いぐらい加速しますね。すごい速い、もうこの約2トン近くあるこの重さをですねグイグイ加速します。でもやっぱりね重たいんでブレーキングとかコーナリングとかはね苦しい。最高速トップは谷口 HKS。 驚きはトラスト仕様を送ったファムスピードの FD。 究極のハイパワーチューンドたちの共演。モンスターたちの戦いが今始まる。パワーウォーズ富士スリップストリームバトル。
1番手グリッドは谷口 HKS、エスプリ R35GTR HKS 仕様です。なんとですね、このストレートで先ほど300キロ出ましたからね。バトルもそれでバビアンといきたいと思います。2番手はトラスト土屋。さあそれでは激速行ってみたいと思いますけれども、私のはエスプリのですね830馬力という、35GTR です。これで直線でぶっちぎりたいと思います。3番手は、いや想像以上にタイムが近いです、非常にハイスピードバトル、34GTR はストレート遅いけどコーナーが速い。さあどういう勝負になるでしょうか。3周なんでね、1周目勝負ですね。4番手は、はい、初バトルですけども、すごいこのメイク今ね、まずそこで圧倒されてるんですけども、あとは唯一の FR、 ちょっとスタート不利ですけども、なんかその不利を克服してですね、3周ですけども終わった時は、僕はトップにいると思うんで、ちょっと空気読めないかもしれないですけど、すいません。まあスタートは普通にスタートしよう。絶対置いてかれるよ、四駆ばっかりだもん。これバトルは3周、レッドシグナルオフでスタート。オリド34がロケットスタートを決めるが、1コーナーを取ったのは3号の2台。リプレイはオリド34から。2速全開クラッチミートが決まるが、5速に入って失速。こちらは HKS とトラストのゼロ加速対決。トラスト仕様が馬力差通りの加速で上回る。はい、バトル始まりました。35GTR の加速で34と FD を置いてってます。ところがコーナーに来ると車重が ラップタイムでは3号勢を食った S タイヤを履く34と FD、パワー差をコーナリングで補えるか。シフト見せちゃったよ。やっぱ3号はストレートが速い。須田さん突っ込みすぎじゃない、それ止まれんの。ノーマルキャリパーの谷口に対し、シックスポットのモノブロックキャリパーを装着するトラスト仕様はブレーキングでいける感じ。予選最速のファムスピード、最後尾から追い上げなるか。テクニカルなスタジアムセクションではオリド34が3号をベタ付け。ブリュースコーナーを抜け最終コーナーへ。バトルは富士名物 1.5 キロのスリップストリーム合戦。谷口が来たぜ。3号直線バトル。あ、やっとね、頑張れ HKS。 スリップを使った谷口とドリドリが危険すぎるサイドバイサイド。あなた早すぎない？ちょっとブレーキフル忘れてたよ。こら、ブレーキを忘れちゃったドリドリがポジションを刺繍。こちらは FD 対34。よし、ロックオン。うわー、ブレーキング勝負。あー、ダメだ、ブレーキ行くな、すげえ。2台は
並んだままコカ・コーラコーナーへ行っちゃった。楽しい。100Rで行っちゃおうかな。オリダーはブロックラインでインにつきすぎ、アンダー。ヘアピンでダブルサイドバイサイド、どっちだ。セブン、キプチ FD がオリダーを攻略。2番手は谷口 HKS。 よしよしよし、いけ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 。GTR しちゃー、スクランブルマース。またもや谷口がスリップに入る。ちょっとブレーキ怖いから早めに踏もう。ブレーキで無理ができない谷口にノーマルキャリパーながら抜群のブレーキングを誇る菊池 FD が迫る。やっぱ500キロの車重差はでかい。1コーナーで谷口3号をパス。峠でストリート最強の名を欲しいままにする FD3S だが、富士においてもそのバランスの良さを遺憾なく発揮。ヘアピンでドリドリのインを刺した。だが縮小負けて止まるか。 R3 号勢はやっぱすんごい加速。勝負はまだまだわからない。オイラーはお日差のテンションマックス、挽回を狙ってる。バトルはラストのスタジアムセクション。4台が超団子で最終コーナーへ。マックス・オリドがインカットでバンザイアタック。しかし、無理だ。やったぜ。富士スリップストリームバトルを制したのは土R3号トラスト仕様。バトルはパワーに勝る3号がワンツーをゲットし、エスタイア勢に勝利。やっぱり富士スピードウェイで必要なのはパワーなんだね。直線とやっぱり立ち上がりがかなわないよ。コーナーリングはね、やっぱり FD は速いけど、チェッカー後ファームスピードに異変が。まあ、エキゾーストの遮熱材が高温すぎて発火。なんか煙が出てきたぞ。菊池は消火器を持っているポストインのところで停車、事なきを得た。さあ、激ヤババトル300キロバトル終わりましたけど、想像以上に面白かったですね。面白いね。あんた面白いね、結構ね。いや、面白かった。結構僕意外といい役取ってましたよ。何気になんか最終コーナーで俺のインさえしてきて横向いてカウンターってるしさ、そうですね、そのままオッペしちゃおうかと思ったんですけどね。最終ラップの最終コーナーまで4台引っ付いてましたからね。あそこからデロスタートみたいな感じだったもんね。面白かったですね。
俺ぶっちぎれるかなと思ったんだけどね、840馬力もあるから、はい、僕の790馬力でさほど変わんなかったですね。変わんない、はい、スリップ使って抜かれちゃったもん。まずセブンがやっぱ、ストレートも意外と速くて、はい、3、4と3、5の中間ぐらいのスピードに。セブンいないけどどうしたの？セブンいないんだけど。でコーナーが速いセブンは。連れてきましたよこれ。こいつ車燃やしやがってこいつお前よ。なんでそんな。燃やしてんじゃねえよお前よ。なんでそんなびしゃびしゃなの。濡れてんのね。めちゃくちゃちっちゃくなっちゃったの。いいよお前な。お前新米のくせして車っていうのは丁寧に扱うんだよ。俺を見習え俺を。お前いつも壊してるだろ。一番最初に壊したじゃん。そうだよ。お前今回だってエスプリの NSX 壊しただろ。いやいや俺は壊してないですよ。お前前回袖ヶ浦でも壊しただろ。いやいやあれは車が悪い。チューナーが悪い。まあ、すぐ壊れる、ね。俺が壊れないような車を作るのがチューナーの仕事。ああ。でもセブン意外と早い。セブン早かったですよ。あの特性がやっぱり出てますよね。まあセブン何馬力？あれ、600弱です。600弱。でも速いよね。速い速い。集団の中にいるもん。ストレート速いし、コーナーが速い、うん。あ、コーナーが速い。コーナーが速いんだ。100R なんかさ。ヘアピンとか。100R、ヘアピン、セクター3。ちょろ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 ミラーキング。ちっちゃいのが、ちっちゃいのが横に映るんだよ。別にお前が速いんじゃないよ。車が速い。セブンが速い。セブンが速いんだよ。でもさ、それでもやっぱ600、700、800馬力っていうのはさ、ブレーキ怖いね。効かなかったら嫌だなって。そうなんですよね。あの本当はもうちょっと行きたいんですけど、一応なんかあったらいけないからもうやめとこうみたいな感じで。そうだ、俺だって最初のさ、あのインプレッションの時なんかパナソニック過ぎてブレーキ踏んでたのね、はい、で谷口俺のスリップ使って横に出てきて、谷口見てたらブレーキングポイント忘れちゃって250m のかお前横になってさ、心臓バクバクしたのその時だけ。そうですね。その後でも1コーナーダブイン空いてましたけどね。アンダーだ。アンダー土屋さんライン。土屋さんライン。ああれアンダーじゃなかった。アウトアウトノリキンライン。バトルの相手のことを常に、ね、思いやる気持ちが大事だよ、はい、ね。だから俺じゃない、エスプリンのセットがそうなってる。俺じゃない、俺はクリップ取りたかったっ、ね、パワーウォーズ、スピードに魅せられた男たちの夢物語。究極の内燃機関への挑戦はまだ終わらない。ゴボじゃないです。ニンジン。ニンジンでもないです。玉ねぎ。ニンジンでもないです。はい、今日はここスピードウェイの表彰台からお送りします。さとちゃんのおさわりコーナー。おさわりコーナー。全然盛り上がらないです。大丈夫。はい、じゃあ早速今日は第3位からおはがきをご紹介します。はい。高知県の山本さん、おはがきありがとうございます。坂本龍馬。山本さんどうも。アミューズ S2300GT1 は軍祭には出てこないのですかというおはがきなんですが、あ、ね、あのすごい幅広のやつですか。魔王だね。魔王ですか、うん、いい音してるね、うちのバンヤの車は。あの魔王はね、今いろいろやってるみたいですよ。鍋ちゃんがね、空の上からこう指示を出して、Z もね、34も今アミューズやってますから、そのうちこの峠の魔王にもね、また出てくると思いますよ。楽しみに待っててください。はい、そうですね。はい、ということで、はい、続きまして2位のおはがきです、うん、はい、長野県の田中さんからです。長野県、ありがとうございます。長野県、まさ長野県。はい、じゅんさんは、はい、長野県出身ですがが愛車ですが、はい、はい、愛車ですが、はい、織戸さんや谷口さんの愛車はどんな車ですかということなんですが、僕はあの、はい、トヨタのスープラが愛車です、はい、嘘つけよ、エクサス乗ってるだろ、LS600 乗ってますけど、あのスープラが愛車です、スポーツカーがね。乗ってるとこ見たことない。今日乗ってきました。ハーレーしか見たことない。今日乗ってきましたよ。今日乗ってきた。ずっと長いよね、もう、もう10年ですね。10年、10年、すっげえ金持ってるせいケチだな。ちなみに谷口さんの愛車は、ね、僕ぐらいの日産ドライバーになるとですね、エルグランドと、普段の移動はエルグランドと、あとおもちゃに S15 と、それから 35GTR 持ってます。日産から声かかんないじゃん。全然かかんないですね。そう、どの日産ドライバーよりも僕が一番買ってますよ、日産から声かかんないじゃん。
どうなってるんでしょう、日産間違えてますよね。日産ドライバーなんか1台も多分買ってないと思うんですよ。そうだよな、たまにはホンダ車乗った方がいいかもな。そうしましょう、全部売っちゃってね。そうだな、2011年はな、はい、ということですね。それでは第1位のハガキです、はい、てかさ、お前なんで第1位とか第3位とかどうやって決めてんだよお前。もう特権です。ごぼうの特権で、はい、東京都清瀬市の鈴木さんからのおはがきです。はい、土屋さん、はい、緑色のスーツしか見ないけど一着しか持ってないんですか。持ってないんですか。正解。見て清瀬市なめんじゃないよな。一応俺はあのグリーンのスーツは3着持ってる。3着以外何が正解だよな。確かに緑以外は着てないですよ。やっぱ緑がイメージカラーなんですよね。長野の緑とこう自然いっぱいな。長野っていうなんだここ。お前何を笑ってんの。含み笑いしただろ。してないです。長野県の方からおはがきもあったなと思って。はい、ありましたよ。はい、緑。だから緑ですよね。ヘルメット何種類かありましたよね。ヘルメットも緑ですよね。そうですよ。そうですよね。それが何か。いやいや、すごく今日たまたまね思ったの。はい、土屋さん、ほんと緑だよなと思って、はい、いいなと思って、うん、すごくなんかこうね、突き通すみたいな感じが。そうよ、長野県人は一途なの。そう、ね、そう、穏やかな緑だね、はい、緑に囲まれて穏やかな心で、なるほど、人生を過ごす。なるほど、六本木色には変えないですか。変えない、変えないですよ。だってお前、こいつのなんか走ってたって誰だか分かんないよ。あ、派手す、派手すぎて。そうそうそう、十一だか元山だか森戸だか分かんないよ。そのヘルメットにはこだわりがあって、ブーンと走っててパッと見た時に僕って分かんなきゃ嫌なのって思って。そうだよ、それが大事。こいつのなんか凝りすぎてお前なんか色だらけじゃん。この間僕フォーミュラ日本見たらヘルメット出てますけど誰だろうあれって全然分かんなかった。そうだよ、はい、昔のなんかさすごいよく分かってんじゃん、ね、中島悟なんか声なんでしょ、はい、で国さんも声なんでしょ、はい、星野さんもこう、そう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 、はい、だからやっぱね分かりやすいよお前。そうです、ね、緑一色なんて俺しかいないんだから。そうですね、そう、はい、お前今鼻で笑ったの。違う違う、鼻に今粉が詰まってる。粉が、粉が、なんかで捕まった。さっき消火器ぶちまけたけど。あ、そうか。じゃあさ、1着しか持ってないわけじゃなくて、だから言ったの3着持ってる。はいはい、緑を突き通すということですよね、はい、長野県人は緑、緑、はい、穏やかな。というわけで、さとちゃんのおさわりコーナーではなくて、はい、お便りコーナーでした。ダメです、ダメです。今後、はい、作っていきたいと思いますが、はい、今日はお便りコーナーでした。またたくさんのおはがきをお待ちしてます。見上げちゃいました。ホットバージョンニュース。インプレ担当はこの2人。さあ、ホンダのピット、ついにビッグマイナーで全くの新型になっちゃいましたんで、今日は箱根の中で特に RS がどうなのか、スポーツカーなのか、しっかり検証したいと思います。やる気を感じさせるサンセットオレンジ6速ミッション楽しみですね。ぜひ乗ってみたいと思います。ビッグマイナーを果たしたホンダフィット、そのホットモデル RS には専用パーツがふんだんに装着され、外観からもやる気がビンビン。エンジンは旧型と共通だが、一番のトピックは6速ミッションが採用されたこと、そしてサスペンションも全面的に見直され強化。どんな進化を遂げているのか楽しみだ。まあいろいろ言ってないでしっかり乗ってこようと思います。レッツゴー。ですね、車は5メーターか10メーター動かせばほとんど最初の印象で車の全てが変わったんですが、これはもはやフィットじゃないですよね。非常にその滑らかで、走りの質感が、走りの質感という抽象的な、まあ、フィットじゃない、シビックじゃない、ゴルフとかポ
頃に感じるような、走りの質感がありますね。すごいこの室内に帰ってくる音とかがやっぱ気持ちよくて、かといって不快じゃないようなスポーツサウンド。最近のホンダは結構ね、そのマフラーの音とかすごい凝ってると思うんですけどね、そんな中でもこのフィットのエンジンでこれだけ調律してくるっていうのは、ちょっとびっくりですね。まあこのコースだと大体まあ使っても4速ぐらいまでだと思うんですけれども、まあやっぱり今回その変更してきた234のギア比がやっぱり生きてるのかな、よりその何て言うんですかね、こういうところをこう走る上でかなりこの要素っていうのは大きいかもしれないですね。やっぱりそうですね、5000手前ぐらい、4500ぐらいまでしか落ちない、そこからまたトルクがぐーっと出てくる。何よりやっぱこのシフトの操作感がとても、これフィットですかっていうぐらい、気持ちいいですね。チェンジそのものはすごく上り下りとも剛性感があります。剛性感って何なのっていうと、激しくこう車体が揺さぶられるような状態でもシフトそのものが影響を受けない、シフトアップもダウンも非常に滑らか、助手席の人にシフト変えたのがわからないぐらい滑らかですね。あとそのこういう、速度の高いところでコーナリングしながら、シフトアップしたりシフトダウンしても全くそれがシフトのフィールに影響しないっていうのもいいところだと思います。まあ、今回専用ダンパーと、スタビの方を強くしている、まあ、特にやっぱりこのリアスタビを強くしているのがかなりこのユーザーさんがこういった道をドライブする上において効いてる気がしますね。やっぱり横 G が乗ってった時にこのリアがそれなりに踏ん張ってくれて、その対角のフロントを抑えてくれる、なので踏んでいけるし、まず何より恐怖感がないですよね。ハンドリング、ブレーキング、そういったものは非常に角が取れててまろやかで、丸い、当たり前ですけど丸いタイヤがさーっと静かに回転してる、一種日本の国産車の、スタンダードを変えるエポックな車、画期的な車かもしれないですよこれ。これ本当に RS だけじゃなくて普通のフィットもこういうフィーリングだったらいいな。フィット RS は僕たちの期待をある意味裏切る上質な車へと進化していることが判明。ホンダの新世代スポーツの定義がここからスタートする。はい、いかがでした、乗られてみて。旧型のフィットと型式も同じだし、RS っていうただのバッチチューンかなと思いきや、驚くほどいい車でした。だから RS のカタログに書いてあるバネダンパースタビラパフォーマンスロッドっていうのは、本来コースサイドでちゃちゃっとこう変えるような部分で、そういうところじゃなくてもっと本来のフィットの良さ、これがガーンとこうかさ上げされて今までのフィットとはもう別物です。チューニングするっていうのは相当難しい、今のこの RS のバランスっていうのは相当すごいところにあると思う。
まあ、心してやったらいいと思う。え勉強しますそうですね、でも本当に下手ないじり方をすると今のウェルなバランスがどんどんやっぱ崩れていく方向、まあ、ある意味デチューンになってしまうから、本当にまあチューニングショップメーカーが本当に心してあのこのまず素の状態に乗り込んでみて、あのそれを全体的に底上げするようなチューニングをしていかないと、むしろこっちの方が良かったってなっちゃいますよね。そうね、ええ、あのそれぐらい、ホンダがやる気になる、できるじゃんホンダって驚きました、はい。陶芸最強伝説。さあやってまいりました、陶芸最強伝説。いいじゃないの、ね、いい天気です。たまらなかったね、はい、皆様お久しぶりです。さとこです。よろしくお願いします。なんかなんかワイルドだね、攻撃的な。ちょっと進化した感じで、はい、迷路みたいな感じなの。それ迷路、こうやってやっていくと、こうあのほら峠のしもべはシマウマ模様のさとこちゃん、さとちゃんに蹴られて生まれたい。はい、今回のテーマは NF ナンバーワン決定戦ということで、この方に登場してもらいます。どうぞ。お梅ちゃん、こんにちは。梅ちゃん魔王だ。はい、ありがとうございます、ね、はい、さすが魔王、さすがです、ね。今回ジェイズさんがあんなの持ってきちゃってから FF クラスやろうって感じですもんね。かなりの強者たちね。そうだよね、はい、なんかさ、ニューバージョンが結構いっぱいないですね。楽しみです。梅ちゃん結構知ってるでしょ。まあでもまあ魔王前としときたいんですけど、まあちょっと緊張してます正直。一番なんかこう、はい、ヤバそうなとこはどこ。 EK とかね、 あれは欲しいですからね。どんぐらいでしょあれ。まあね、でもなんかどんぐらいって言うとあんまりまとまったイメージないですよね。なんかここに来ると鳥柄。さあそれでは FF 選手権、はい、ね、行ってみたいと思います、はい、どうぞ。ストリートチューンは何なのかを問う。峠最強伝説、峠ストリート FF 王者決定戦。まずは峠トリオによる速さよりもフィーリング重視の予選インプレッション。レギュレーションはよりストリート色が強くなった2010年バージョンで、旧車の EF と EK9 の2台は特例でドンガラ OK だ。一番手はかつて峠で最強を誇ったあの EF8 が登場。ギャップが結構激しいんで、まあ、ストロークを取るためにちょっと車高も高めに、レートもちょっと柔らかめにしてきたんですけども、それがどう出るかですね。まあ古さは隠せないんですけども、やっぱりちっちゃくて軽くてキリキリ走るっていうところですごく楽しいとは思います。さあそれではトップフューエルのドンガラシビックです。1.8 リッターにしてあります。220馬力。行ってみたいと思います。シートは合わねえし。1トン切る車重に超ショートホイールベースは峠にはうってつけのはず。軽いわ。おお、あのミニコーナーでもアンダー知らず、逆番のヘアピンも曲がってる。高速コーナーはどうか。うえ
やばいじゃん。いやちょっとこの路面、うわ跳ねる。面白いけどね。あとトルクステアが結構こうグイグイ来るから、その辺慣れないと辛いな。こういうのが好きなオリダーの評価は、何これ、すごくいいんだけど、この車エンジンもだから今の1800だって当時は全然パワーあるし、2番手は初登場、岐阜のストラダーレが仕上げる DK9 シビック。ボディの方は一度ホワイトボディまでバラして、軽量でなおかつ剛性を出すような作りになってまして、それに合わせて足の方は比較的動かす方向で、セットアップしてあります。まあ、せっかく来たからには、まあ、少しでもいいとこ見せたいなと思ってます。はい、うおー、こいつもビンビンの動きだぜ。勝てー、この路面で26秒7をマーク。こいつは速えぞ。ハンドルが上にあって乗りにくいんだよね。跳ねる、跳ねは結構跳ねる。今度は谷口チェック、こっちも曲がるぞ。喋れないよこの車。超レーシーだな、サウンドといい、車の軽さといい、フロントの静止感はすごくありますね。 1.9 リッターメカチューン、ハーフウェイスイートスポーツが登場。足回りなんですけども、これはかなり前回よりはソフトめに、振ってきてはいますが、その中でできるだけ、曲がりの方はキープということでやってきてます。厳しい戦いになるかなとは思っておりますけども、まあ皆さんの胸を借りるつもりで頑張りたいとは思っています。旧型シビック勢に対し車重では100キロ重たいが、現役ホットワッチの意地を見せられるか。ちょっとアンダーっぽいね。区間タイムは28秒0で27秒台入りならず。足はしっとりしてていいよね。こういうワインディングなんか走るには結構いい足ですよ、しっとり感があって。今回の仕様変更は狙い通り、誰でも乗りやすそうな素直な挙動を見せる。うん、いいと思うな。うん、跳ねはするけど、ひどい跳ねじゃない。オリダーの評価はどうか。こう微妙にねテールをね滑らせながら走るこのスイフト、ありだと思うねこれね。4番手はミニのホットモデル、ターボ付きのクーパー S が初登場。車が基本的にまあコンパクトな車ですので、まあ、逆にうまくこの峠でマッチングしてもらえればいいかなと思ってるんですけども、まあやっぱりあの普段サーキットでのテストがほとんどになってますので、まあ、あの足回りがどこまで煮詰まっていくかが鍵になるような気がします。ミニクーパーターボです。さあ初登場のミニ、そのポテンシャルは未知数。早い早い、トルクあるからね、トルクで持っていけるよこれ。おお、あの右も曲がってる。タイムもびっくりの26秒9。だがドリドリはステアリングがちっちゃすぎるんだよな、ちょっと怖いんだよ動きが、シビアすぎる。
ちょっとシビアすぎるな。ギャップは悪くないぞ。ドリドリはクイックすぎるハンドリングが気に入らない様子だけど、オリダーはどうかな。あ、これ面白いじゃん。いや初めて乗ったけど面白いわこれ。何これ。おお、何すごい楽しいんだけどこの車、これ好み。あれ、ほとんどステアリングを切らずにスイスイと曲がるのが面白いみたい。ついにハイブリッドマシンがエントリー。 CRZ スーチャー仕様で勝負だ。最近の車の中ではかなり軽い方ですし、コーナリングの性能自体はかなり元々のポテンシャルも高いと思いますので、まあ、バランスよく車を仕上げていければ結構いい車になるんじゃないかなと1ケースとしては考えてます。シンプルなハイブリッドシステムだからこそできるスーチャーチューンの可能性をチェック。車だこれ。すげえ自信になったぞ今。これも曲がりは悪くなさそう。タイムも27秒台に入れてきた。ビビったブレーキ。足がいいね、しっとりしてるね。吸収も文句なし。続いて谷口チェック。ABS 聞いた。怖え。めっちゃ今焦った。シャシー性能はさすがだが、ブレーキの爪はまだまだか。予選終了。トップタイムはストラダーレ EK9 だが、評価ではどうなるのか。結果発表。イエイ。ピョ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 。初めてですか FF クラス。ですよね。それでは、はい、行ってみたいと思います、はい、第5位です。5位ですね、ジャガジャン。この人96点も上げてますけどもね。なんでしょう。お、ハーフウェイスイフト。スイフト、はい、ありがとうございます。もう96点、理由を聞きたい。嫌なところあんまりそんな僕は感じなかったですね。そのスイフトっていう車をベースに考えると、すごくよく仕上がってる車だなって。意外とエンジン気持ちよかったですよね、うん、エンジンいいよエンジン、はい、ただね、なんかノーマルのちょっと延長線上かなっていうね、うん、ノーマルは 1.6 なんですよね、うん、が 1.9 に 1.9 ですね。 1.9、 はい、 300cc もボアアップして、はい、上げてきてます。エンジンはいいよね、はい、エンジンは気持ちいい。タイムがですね28秒059ですね、うん、前回のテクニカスポーツ CRG28秒8、うん、これよりはほんま8秒速いですね。はい、はい、あ、それは立派だね。なんかここからね、なんかあの進化してくれるといいね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。続いて、はい、見てみたいと思います。第4位。第4位、はい、じゃがじゃん。トップフューエル CRX。 この人多分点数が自分で何点出してるか分かってないんだ。あのスイフトと点数が一緒。20年前の以上前の車ですよ。そうですね。土屋さんが86でブイブイ言ってる頃に、その FF でホンダが出してきたそのライトウェイトスポーツカーじゃないですか、はいはい、20年以上前の車がこんなに走るんだ。あ、もみじ饅頭89だもん。低いですね、広島県。え、広島県民低いですよ。いや、ぶっちゃけね、まあ、VTEC エンジン楽しい、ね、車軽くて楽しい、ね、電子制御全くございません、まあ、運転手が何とかしてください。で、確かに運転の仕方次第でタックインも出るし、曲げることもできるし、運転するの楽しいんですけど、ここ軍災においてはちょっと怖い。そうなんだよ、俺もいい車なんだけど、走ったらサーキット走ったらいい車なの、楽しいのだけど、軍災走ると怖い。で、何が怖いかっていうと、はい、ブロックステアなんだよね。あ、本当ですか。うん、もうアクセルは入れたい、切った方向に曲がってほしい。そうするともう切ってもカウンターっても、うん、そっちにこう飛んでくからトルクが。で、まあこの手の車はしょうがないんだよね、そうですね、この、ね、年代の車だと、ね、うん、いうことで、まあサーキットを走ったらトップフューエルの面白いと思うんです。はいはいはい、ということですが、いかがでしょうか。もう十分です。もう十分ですか。はい、はい、第3位。第3位92、95、92、うん、ストラダーレ EK9 シビック。
通に言えないの。言えないです。ストラダーレ。ストラダーレ。ストラダーレ。はい、ね。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。はい、これどうですか ？92、95、90。いや、足がやっぱり普段サーキット走ってるまま今日持ってきてしまったものですから、そこをもう一回煮詰め直してもう一回知らせていただきたいなって今日思いましたね。でもサーキット走ってる割にはどっちかというとこう昔の EK のイメージよりはソフトな感じ。確かに軍隊来たらもう全然跳ねちゃうんですけど、もうなんか EK イコールもいつもあるようなこうパッチンパッチンこう、はいはい、ストロークもないようなイメージあるじゃないですか。その割にはこうストローク感もあったかな。まあ、ただやっぱりリアはちょっと硬すぎたな。俺はこの3位も4位もトップフェールもストラダーレもどっちも硬いんですよ。硬くてこうパン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 跳ねていっちゃって、最後のフィニッシュした後のね、ブリッジした、はい、あれなんかどこで飛んでるか分かんないっていうね、視点が合わなくなる、はい、その跳ねがあって、あとはやっぱりそのさっきも言ったようにCRX と一緒で、ね、こうトルクステアが結構気になるんですよ。だからこう今度は俺ずっとイーグルもばっかり乗ってるからさ、ああいうそのトルクステアの出る車って今度もなかったわけ。確かにいい車ばっかり乗りすぎなんですよね最近のね。土屋さんのコメントがね、うん、気持ちが合わないだから気持ちがもう最近の車に行っちゃってるんですね。でそうじゃない、うん、その年取ると楽しよう楽しようって。確かにそれはあるんですね。楽して速くてうまそうに見えないと俺は困るんだよね。で誰が見ても土屋騎士ってやっぱうまいな速いな、うん、そうするとね疲れちゃうんだよこのトルクステア時代は。まあはい、でもですね、全体の中のですね、トップタイムですね、うん、ありがとうございます、はいはい、車の作りはすごく綺麗ですよね。その内装とか、その、はい、レーシーなんだけど、そのストリート感もすごい出てるし、すごい車は綺麗だなと思いましたね、車作りは。ちゃんといい車なんです。ただ峠は嫌ですっていう、俺はね、はい、はい、ということなんですけど、はい、硬すぎましたね、はい、ね、はい、硬けりゃいいってことだよね。そうですね。次行ってみますか、はい、第2位、はい、94、96、90、はい、まあ土屋さんと僕は同じような感じですね、うん、です広島県民低いですね。あ、第2位 HKS-CRG、ね、はい、これは俺はね、うん、評価高い。高いですよね。高い、一番ですね、よく見ると。でももうちょいさギャップなんか吸収してくれたらいいよね。あとは、はい、ブレーキのがね石になっちゃう、あれはねやばいね。俺ヘアピンでなった。僕1コーナーでなりました。1コーナーになった。1コーナーでなってもう心折れちゃって、その後攻めれなかったですね車の持ってるそのあれなんで、Z34 と一緒だよ。フロントのバネを上げてきたことによってすぐにバーンと離されちゃうんです多分ね。そうやっぱり、なるほど、何にも学習能力ないのね君は。 Z34 もそうだったでしょ。足変えて足動かなくようにね、ストローク少なくすると全部石になって筑波の1コーナーとか一部屋で飛んでっちゃったでしょ。そうですね、危ないですね。ということでね、ダイハツドライバーだけ辛い、はいはい、まあ土屋さんの中では評価は一応点数的に一番高い。いやだって俺が今まで CRG 持ってきて、うん、あこの CRG だったらいいなっていう、世界戦略者としてはいいな。ただブレーキ直してくるんですよ、はい、パワーが実はまだ封印してたらしいんですよ、うん、まだ出るらしいんですよね。じゃあ出そうよ、はい、ね、はい、もうちょい 50馬力出るんでしょ。300近くまで。300ってことはノーマルより何馬力ギャップなの。300、2倍、150馬力ギャップ。そうそう、すごいっすね。では第1位、はい、ね、はい、第1位90、98、93、はい、じゃあ先生最下位のいや最下位じゃないです。90っていうのは俺の中では高い。あ、なるほど、そういうことにしておきましょう、はいはい、ミニガーデンミニ、はい、これね、その俺が点数低い理由は、はい、ステアリングセンターが怖くてやなのね。シビアすぎる。そう、はい、でまだこういうドンガラの方がまだ乗りたいなの、この軍災でも、でミニはもうちょっと切っただけでピク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 動いちゃって、はい、すごい疲れちゃう。なるほど。あれ何なの。もともとリアのスタビリティが非常に高くてですね、まあ、うちでもそれを、まあ、どうやって消そうということで、うん、で、まあ、フロントの今キャスターと、まあ、キャンバーを、うん、大幅にちょっと今回ここに持ってくるためにちょっといじってきたのが、まあ、恨みでしまったかなっていうところなんです。そういうの感じないの君たちは。僕らはそれが楽しかった。そこを楽しいなって感じたんですね。フロントの応答がね、はい、すごい確かに速いんですよ、はい、こうちょっとやるだけでクッキュッキュッて動くんですけど、なんかでもそれがそんな嫌じゃないなって。まあだからそこは昭和の人間と平成の人間の差じゃないですか昭和どっからこっからまあ確かに乗れる人が乗るとシビアすぎるのかもしれないですよね。
あのそのちょっと手前で走るスピードだとすごくそのオーナーとかはちょうどいいこうクイック感があるのかもしれない。これがミニの後期モデルというかターボモデルなんで、あのターボなんですけど、以前その前はスーパーチャージャーなんですよ、うん、ターボなんだけど下から来て、うんね、パワーバンド広いですよね。で6000回転までですよね、はい、でなんか使える幅も広くて、はい、すごい パワー感は乗りやすかったですね。放送事故まあでも第1位は、ミニガーデンミニが、ミニ、はい、総合得点281点ですね。おめでとうございます。初参加ですよね。立派立派。でもある意味こう国産以外がこう参加してくるって初めてというか意外とないですよね、うん、それでトップっていうのはすごいかな。そう、あの早いっていうのはなかなかないよね、来てもね、はい、そうですよね。人間とかは来たけどね、早くはなかったよね、はい、さあということです、はい、さあそれではバトルに行ってみたいと思います。決勝は軍祭ダウンヒルセクションに設置された特設ステージでのイリリー方式バトル、峠バトル HKSGRD VS ミニガーデンミニクーパー S。 あのカートに乗ってるような雰囲気で本当にクイックに回ってくんで、この軍祭でどうか、あの予選の評価が高かったんで勝ちたいと思います。まあ、約300馬力300馬力ぐらいあるそうです。頑張ります。バトル1本目はオリドミニが後追いでスタート。CRZ はブースト 1.2 で300馬力にパワーアップ、電力ターボのミニと互角の加速。早いじゃん CRZ。 ここからはコーナリング対決。やっぱ1本ちっちゃいラインでいけるね。全然余裕でベタベタされてます。いやこのミニ速いわ。あストレート CRG 速い。だが最終で一気に詰めて一本目はミニクーパー S が勝利。予選の時よりもパワー感は出てますね。まあストレートだけじゃね、ここ最後の2つ速くないとね、中高速コーナー。 CRG 対ミニクーパーです。加速はいい勝負。バトル2本目、オリドミニはコーナリングスピードが活かせる先行で逃げられるか。コーナーでちょっと離されております。このクラスの羊の皮をかぶった狼ミニクーパー S、 最小の打角でフラットライドコーナリングを披露。じわじわと離されております。オリラーが GT バリの呼吸法でまたもやテンションマックスに突入。新世代エフェン投手の対決はミニクーパー S に軍配。ぶっちぎりだよ、ぶっちぎり。ミニブッチありがとうございます。バッテリーがね、うん、もうほぼサポートなかったの。動いた時になくて、あれがあれば今ギアを変えて次の要は2から3に変えてね、次のパワーバンド来るところの間がバッテリーサポートがあればもうちょっとピュッていったかなと思うんだけど、そこでね、そこでもねミニと離れてる。でもあの CRG でもおよそ300馬力近く出てるんでしょ。そうですね、すごいですよ。 CRG でもあんだけ走るってことは逆に言うとすごいと思います。魔王チューナー夢本氏が仕上げる究極の FF コース、ジェイズレーシング FD2 シビック R が登場。ミニクーパー S の前に立ちはだかる。かなり僕たちもここ詰めてますんで、
どこまで来るか楽しみですね。峠バトル。エイズレーシング MD2 シビック R VS ミニガーデンミニクーパー S。全くキャラクターの違う車ですけど、まあ、いい勝負になるかなと思ってます。楽しみです。ちょっと、シビックタイプ R の方が100キロ以上重いかな、その辺は、ジェイズのヘッティングでなんとかごまかしてみたいと思います。いつも緊張しますね。僕 もあの初めてなんで、まあ、あの本当に胸を借りるつもりであの頑張ってほしいと思います。いや意外とね早いんでちょっとびっくりね。1本目、魔王は後追いからスタート。出た、オリダーはヤッホーでテンションマックス。はえーな、ちびすけ。ああ、アンダーだ。行け行け、ミニミニ行け。なんと、あのジェイズ FD2 がついていけない。ドリドリはマージンゼロの激ヤババッシリ。はえドリドリは引き出しを全部使ってもベタつけられない。なんとミニガーデンミニがシビック R を破った。いや早いわ。開いて回り込んでるところが全然早い。もっとなんかできることあれば。重さだね。重いっすか。うん。前後を入れ替えて2本目がスタート。ドリドリが珍しくシフトミス。ストレートで300馬力を生かせない。魔王が完全に追い込まれた。ここつらいな。はい、サイド引きますね。来てるな。ベタ付けだよ。高速コーナーでもミニは完璧な走り。FF 頂上対決はまさかの大番狂わせ。かわいいかな。いいだ。いいだね。参りました。出直してきます。ありがとうございます。さあ、峠の魔王 FF 世界一選手権。はい、初めてですね。初めてですね、はい、初回です。はい、乗れがなんと、はい、なんとシビックタイプ R が負けた日。ちょっとびっくりしましたね。それもなんとミニ外車ですよ。ミニクーパーだよ。はい、どうしちゃったのこれ。いや、僕ぶっちゃけミニのイメージがだいぶ変わりましたね。と、ね、いうことで、はい、ミニクーパーが峠の魔王です。はい、すごい。あの多分ミニの蘇生もいいんでしょうけど、それを生かしたチューニングの仕方が多分相当いいんですね。梅ちゃん、僕の腕が悪いですね。ごめんなさい。ていうかさ、はい、ミニに負けるとは思わなかったよね。すごいですね。ね。ね。だから同じシビックタイプ R 同士で負けるんだったら分かるけど、はい、そうですね。まあ確かにジェイズのシビックタイプ R に比べれば150キロ軽いんだよね。それでもさ、はい、同じ街乗りの車なわけで、はい、でそう考えたらすごいよ、はい、いやすごいと思います。あれ多分街でこうちょこちょこ走ってもすごい楽しいと思いますよ。あれ、いや、あれは立派。ありがとうございます。まだまだミニ のチューニング自体やってるお店っていうのは非常に少ないので、まあ、これでミニのポテンシャルっていうものがまあこれで証明できたと思ってますので、まあ、ここから僕らもっと勉強して、まあ、セッティングに詰めていきたいなと思います。梅ちゃん、はい、聞いたか。証明できたと思います。
梅ちゃん証明しちゃった感じですね。なんか確かに証明されましたね。梅ちゃんこれちょっとなんとかしないとまずい。いや、なんとかしますね。はい、ちょっと火がつきましたね。はい、でも火つきますよね。はい、そこは火つくでしょう。だって、だって一応世の中では世界この地球上でシビックタイプ R が2リッター N で一番速いと言われてます、はい、それはコーナーでやられちゃうわけだから。そうですよね。これは梅ちゃんね、黙ってらんないね。はい、ちょっと精進して出直してきます。てか俺ミニクーパーっていい車だなと思ったね。いや僕も思いました本当に思った。買っちゃいそうだもんね。いや本当買っちゃ欲しいもんということで、はい、FX 選手権はミニクーパーでした。ドカンとプレゼントコーナー。イエイ。最強の国産シートメーカーブリッドからはブリッドのアッキーホールディング魂を受け継いだリクライニングシートのニューエルゴノミクスデザインユーロ2クルーズを1名様にアームレストが取り付け可能だ。エスプリからは830馬力仕様の R35GTR トラスト仕様、そのインタークーラーの冷却に使用されているオリジナルカーボンパネルダクトを1名様に。ファムスピードからはユーザーに合った仕様を開発するべくノーマルキャリパーでの性能追求を行ったファムスピードオリジナルブレーキパッドを前後セットで1名様に。ジェイズレーシングからは誰でも手軽に交換可能な純正交換型マックスフローエアフィルター、エンジンにも優しく、その上パワーアップも可能。スーパー耐久レースでもその性能は実証済み。 FD 通用3名様に。初登場で FF 魔王を見事に撃破したミニガーデンからはミニ本来のドライビングプレジャーを体感できるジオミックパフォーマンス物資とエンジンオイル内の鉄粉吸着に有効なマグネットオイルドレンボルトを各1名様に。希望の車種を明記してください。 HKS からはインプレッサの EJ ランエボの 4G63 GTR の RB26 エンジン特性に合わせたスペシャルオイルを各1名様に。錦糸堂からは塗りやすさがアップした新製品スーパーレイン X ザ・クイック、40キロで水を弾き雨の日の視界も安心、スーパーレイン X ザ・クイックを10名様に。ご応募お待ちしてます。余ってるにゃん。魔王再生、あの魔王が復活した峠第4シーズン、圧倒的ボリュームで振り返る。トゥルース真実がここにある。ノブテル谷口プレゼンツ勝てるドリフトテクニック90分拡大スペシャル。これを見れば必ず勝てる。その他特典映像も満載。谷口ノブテルの勝てるドリフトテクニック好評発売中。ビスコライセンスを取得して君も高速サーキットを満喫しよう。ライセンス取得には講習会への参加が必要です。2010年のライセンス講習会はご覧の日程で開催。 A86 祭り開催決定。2回目となる今回も L2 レースをはじめとしたさまざまな86イベントが目白押し。今年はスカイラインのレースもやっちゃいます。つくばに来てね。スーパー GT レースが面白い、華やかな笑顔と熱きレース。来年のスケジュールはご覧の通り。最新情報はウェブにてご確認ください。スーパー GT 最終戦モテギ。最終戦はシリーズランキングトップの小暮と2位の伊藤大輔が予選グリッドもワンツーのガチンコ対決。 GT300 のポイントリーダーは ARTA ガライア、そして2位は逆転チャンピオンを狙う谷口信輝。折戸学は厳しい展開。スーパー GT 最終戦モテギがスタート。タイトルをかけた熱い戦いが始まる。エネオス FC430 のスタートはビヨン・ビルドハイム。しかし緊急ピットイン、なんと20秒のピットストップペナルティー。
一体何があったのか。スタート進行のピットアウトで信じられないミス。トヨタへ移籍後、伊藤大輔3年目の集大成、チャンピオン獲得への夢がこの瞬間終わった。これでウィダー HSV は一気に楽になる。一方、 GT300 クラスの逆転チャンピオンを狙う谷口織戸だが、共に苦しい展開。レース終盤、2位でもチャンピオンが確定するウィーダー HSV の小暮だが、トップを走行するトムス脇坂十一とサイドバイサイドの激しいバトルを展開する。結局小暮はリスクを犯さず2位をキープ。最終戦モテギはペトロナス・トムス SC430 が優勝。 GT300 はトミカ Z がボールトゥーウィン。 GT500 シリーズチャンピオンはウィダー HSV010。 GT300 はトミカ Z が大逆転でシリーズチャンピオンを獲得した。さあ、ホットバージョンをご覧の皆様、1年間スーパー GT、終わりましたけれどもね、大輔か小暮かのチャンピオン、大輔はね、相棒のビヨンビヨンビヨンにやられちゃいましたけれども、300の方もね、セブンの谷口と、ガライアの戦いだったんですけれどもね、どっちもダメだったということで、まあ、ホットバージョンの峠でお楽しみいただきたいなと思います、ね、来年もよろしくお願いいたします。まあ、たらればになってしまうんですけどもね、まあ、普通にスタートして前でレースをすれば、ギリギリタイトルにかかってたか、まあ、トムスもね、今日はすごくいいパフォーマンスでして、うちらがそれより前でゴールすることができたかどうかは、もう本当にたらればになるんでわからないですけども、まあまあ、でも、来年に向けてね、またいろいろ反省すべきでのところをきちっとチームで洗い直しやるしかないです。まあ、2009年チャンピオン取って、まあ、その流れで2010年来てるんだけど、まあ、ちょっといろいろ不運が続いたりとかで、ちょっと流れが悪かったんですね。ちょっと全くチャンピオンに絡めなかったのがちょっと残念ですね。少し1年振り返って、まあ、開幕戦勝って、でマレーシアでまで勝って、まあ、最後までね、チャンピオン争いに加われたということは非常に楽しい1年でしたが、まあ、でもね、結果的には負けてるんで悔しいです。その後、伊藤大輔は富士スプリントカップで優勝、最終戦の雪辱を果たした。